はい、どうも岩本明です、今日の動画ですね。はい、こちらにあります。はい、このね、でかっ。はい、 DJI さんの RS2 プロコンボを購入しましたので、今日ですね、こちらの開封をしていきたいと思います。で、まずですね、なぜねこれを買ったかと言いますと、まあちょっともったいぶって申し訳ないんですけど、ちょっとね、ある目的があってこちらを購入しました。はい、で、まあ、私はですね RSC2 も持ってますし、このね約1年ぐらい使ってきたこのモザエアクロス2、はい、こちらもありますけど、まあ、こちらもねほぼ使わないと思うんですが、基本的にはRSC2 で、まあ、十分なんですけど、まあ、今回そのねニコンのねノクトがまあうちにねやってきますので、まあそれを迎えるにあたっての、この機材の投入ということで、まあ、こちらをね、準備しています。でもう一つですね、部品が必要になるんですけど、まあ、それもねまた今回ではなくてまた次回の動画でお伝えしていきたいなというふうに思っています。いやー、もうね、ジンバル何個目なんだろう。もうちょっとね、私多分12個目ぐらいですかね。はい、まあ入れ替わりしてますけどね、入れ替わりしてますけど、特にあの DJI さんの商品っていうのはもうローニー S から始まってですね、まあ、ローニー S、ローニー SC、 スマホ用のジンバル、オズモモバイル3だとか、オズモポケットだとか、はい、まあ、そういったものをまあ買ってきて、で RSC2 で次にこのね、RS2 という形になっています。はい、まあ、他にもねドローンを買ったりだとか、結構あの DJI さんのね商品にはお世話になってはいるんですけど、はい、そんな中での、まあ、こちらのね商品になります。まずはね、前置き長くなりましたけど開封していきたいと思います。さあ、どっから開けてったらいいかな。ここら辺から入れたらいいかな。いや、結構ねこれ在庫なかったりするんですよね。よいしょ。はい、あとはテープが、あ、ここにちゃんと、すごいね、これ分かりますかね。はい、ここの角の部分にちゃんとねこの引っ張るテープがついてますね。はい、うん、ここの部分がしっかりこうピーッと剥がせるようになってますね。いや、こういった細かい部分も改善していってるんですね、 DJI さん。はい、素晴らしいですね。よし、でこれを開けます。よいしょ、もう前が見えない状態ですけど、はい、まずはこんな形で、おお、ちょっとたくさん入ってますけど、まあこんな感じで、もう今中身はねこれで以上かな。でこれ発泡スチロールもありますけど、よし、ちょっと一旦横に置いておいて、いやー、かっこいい。ちょっとね、今日 Z6 で撮ってます。あ、まあ黒だからね、黒はねやっぱ合いにくいんですよね。はい、でこちらがね、DJI さんの浪人の、まあ、DJI プロというふうに、ね、書かれてますね。まあ名前は RS2 になるんですけど、はい、まあやっぱり浪人の名前は残してるんですかね。はい、こういったまずカバンになっています。もう他のね YouTuber さんも、まあ、開封してたりはするかとは思うんですけど、まあ私なりにね、見ていきたいと思います。なので結構匂いがするな。でこのカバンがあるのと、まあ各種ね取説関係があります。はい、まあちょっとこれはあまり見る方ではないので、ちょっとこれ置いときますけど、まあ、必要に応じて確認したいと思います。はい、まずここを開けていきます。でちょっとした
ファスナーというかポケットがありまして、浅いポケットがあります。まあ何入れるんかな、まあちょっとそれがあるのと、でまずなんかね2段階に分かれてるみたいで、まずね1層目がこちら、はい、になります。まあこれもねいろいろ入ってそうですね。でいよいよ本体、これだったら結構カバンにもね全然入りそうですよね。こんな感じで入れられるので、これカバンにも全然入りますね。はあ、これはめちゃくちゃいい。ちょっと RSC2 を出しましょうか。最近ねあのジンバル撮影で使ってるカバンっていうのが、ここは言ってたな、はい、こちらの、マンフロットのね、カバンを使っています。で、まあ、こっちに、まあ、カメラとレンズを、まあ、入れてて、この上にジンバルを入れるようにしています。まあ、なのでこれね RSC2、まあ、こんな形で入れられるので、まあ、本当にねこのカバンは意外にいいかもしれないです。まあ、9000円弱かなだと思うんですけど、はい、こちらのカバンで、まあ、私はね運用してますね。メインはジンバル撮影の時はこちらを使わせてもらってます。ニコンのねカバンも良かったんですけど、最近あんま使ってないですね。ちょっとあれ使いにくいかな、はい。で、サイズ感で言うと、折りたたんでるサイズ感で言うと、まあ、こんな形なので、どうですか、まあもうほぼほぼ大きさ的には変わらないですし、でカバンにもね全然このサイズ感であれば入りますよね。で特にそのモザイアクル数に関してで言うと、そうこれね分解できなかったんですよ。まあ、なのでめちゃくちゃこれカバンに入れるのに苦労してまして、まあ、そこがすごく使いにくいポイントでした。はい、でこのあたりもね DJI さんの方はしっかり折りたたみができたりとか、まあ、分解できたりするので、まあ、この辺もね使いやすくなっています。はい、まあもともと DJI さんはね分割できるタイプになってましたけどね。ちょっと組み立てていきたいけど、はい、まあ、こんな感じのジンバルになりますね。ちょっと近いから、うん、こんな感じです。やっぱねこの赤いラインがめちゃくちゃかっこいいですよね。これいいな。そうそう、これね、まあ最近まあ一番愛用しているこの 50mmF1.2 のレンズですね。はい、RSC2 なんですけど、でこのね 50mmF1.2 のレンズをつけると、どうもねちょっと異音がすると言いますか、ちょっとねやっぱねこのレンズが、まあ、そこそこ重いのと長いっていう部分でギリっぽいんですよね。で特にそのブラックプロミストとあと可変 ND フィルターをつけると、もうモーターにね当たってしまう状態になるので、それでいくとまあRSC2 の、まあ、限界を感じるという部分になります。まあ、モーターのパワーに関しては全然ね 50% ちょっと、まあ、60% 弱ぐらいなので、まあ、まだまだ重さ的には大丈夫なんですけど、ただこのレンズに対してで言うと結構ねギリの状態というところで、まあ、やっぱりね余裕を考えるとこっちの RS2 を買われた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういうのも含めてになっちゃいましたね。結局この RSC2 はめちゃくちゃ使いやすくて安定性も高くていいんですけど、このレンズを使おうと思ったら、まあ、こっちのね RS2 を、まあ、おすすめしますということなので、この状態でこのねファインダーのアイカップの部分が当たらないかどうかっていうのをね見ていきたいと思います。プレートはスモールリングさんのプレートをちょっと使おうかなと思いまして、こっちにね私が使っているのがピークデザインのスタンダードプレート、この正方形のタイプのものを使っているんで、これは純正のねこちらですと付けられないんですよ。まあ、なので私は別途購入しました。
話が長すぎて途中で止まってましたね。まあこれがねちょっと2個の痛いところではあるんですけど、はい。で、ちょっとどこまで取れてたかわからないですけど、まずね、プレートをつけていきたいと思います。でスモーリーグさんの、プレートを使うことによって、まあ、こちらがね載せられるようになります。で、まず一旦パンの軸とここの軸は止めておきます。でね、前後のバランスを、これねレバーも大きくなっててやりやすいですね。で今回の素晴らしいところがこの微調整がねこいつでできるっていうようになってるので、これめちゃくちゃいいよね。あ、ほらめっちゃいいよね、これこれめっちゃいいよ。ほんとね、この前後のスライドが結構ね難しかったんですけど、これはね本当に素晴らしい。はい、まあよう考えてますわ本当に。うん、まずねこれでできましたね。でとりあえずアイカップの方は全然当たる気配はないですね今のところ。うん、でもそこまでね余裕ある感じでもないですね、逆に言うと。バランス取りは全然いけましたね。はい、で問題の、アイカップの部分が、はい、ここになりますけど、もう全然全然余裕はありそうです。まあ、なので、まあ可変 ND フィルターとブラックプロミストをつけたとしても、まあ、当たる心配はね、まあ、こっちはまあもうほぼ、ま、全くないといったところですかね。であとね問題はノクトですよ。ノクトノクトが乗るんかな。ノクトのねレンズ自体がねだいぶ重いので、それで考えたらちょっと厳しいかもしれないですね。重さ的には問題ないんですけど、ちょっとこの前後のバランスの部分で考えた時にかなり厳しいかもしれないですよね。一応あのモバイルバッテリーをまあつないで充電がね開始されたので、これで電源入るかな。はい、これでちょっと入れてみます。はい、来ましたね。はい、でまずちょっとあのスマホで申し訳ないんですけど、スマホでねちょっと撮りますね。はい、なんかライトもついちゃった。はい、でまず、言語をね選ぶみたいなので日本語を選びますですね。ローニンに接続しローニンを起動してください。まあ、アプリを、まあ、立ち上げろよということですかね。はい、なのでちょっとこの画面は切り替えます。はい、でローニンを立ち上げて新しい接続ローニン DJI RS2、 はい、こちらを選びます。で接続で同意してアクティベート、はい、でアクティベート完了ということで、はい、で次に DJI のケアリフレッシュということで、まあ、これを入るかどうかってことですね。まあ、今回は私はねこれは入らないです。はい、まあ、あのドローンはね入りましたけど、まあ、これはね必要ないかなと思っているので、ちょっとあの顔が見えないな顔が見えてなかったんで、ちょっとはいこの状態で、DJI のケアリフレッシュということで、こちらは、まあ、今回は入らないでおきます。はい、なのでスキップということですね。でクイックスタートガイド、これも電源ボタンを2回押してジンバルの使用を開始してください。電源ボタンを2回、はい、うん、で詳細設定を進むとクイックスタートガイドを確認できます。はい、わかりました。うん、まあこんな感じかな。はい、これでね、使えるようになったということだと思います。ということで接続できましたので、まあ、問題なく、ちょっとまあいろいろとこの細かいね設定の部分は、今から、
今日はできないか、いろいろとね試していきたいと思いますけど、これキャリブレーション開始っていうのはオートチューンのことを言ってんの？あ、そうだね。OK。で、これでできたということですね。で、スーパースムースも使えるよというのと、合成とかも、まあ、はい。まあ、合成ね、今これで見ていくと、チルド39、ロールが41、パンが53ということで、結構ね、大型のレンズがついていますけど、まあ、ほぼほぼ 50% 前後のモーターパワーしか使ってないということなので、まあ 50% 以下ですね、ほぼほぼ、はい、になっています。まあ全然ね、だから余裕ということですよね。で、モード切り替えがあって、あー、でもいろいろとこれは分かりやすいですね。フォロー速度を変えられるし、で、私はね、フォロー速度をもうめちゃくちゃゆっくりにしたいんで10でいいかな。ちょっとね、今充電中なので、あまりこう動かせないですけど、でもちょっと遅すぎるかな。 RSC2 の動きとちょっと違うかもしれない。若干動きが違うかな。あ、やっぱりですね、 RSC2 と比べるとやっぱ大きいですよね。大きいのは大きいです。あ、いい感じかな。ちょっとこのパンした時のあと切り替わる瞬間がちょっと遅い気はしてましたけど、大丈夫かな。ちょっと、RSC2 との動きが違うような気はしますけど、まあ悪くはないですね。なんかね、でもね、すごい重い気がする。 RSC2 の方がやっぱ軽いよ。 0.1 キロの差のはずなんですけど、なんかね、違うな。なんだろう、グリップの感じか。なんかね、こっちの方がめちゃくちゃ軽い気がする。なんだろうな、やっぱこの高さが違うからかな。うん、これね、結構大事な部分かもしれないです。ここの多分ね、長くなれば長くなるほど手にかかる負担っていうのは、このフロントヘビーになって負担かかってくるんですよね。で、ここの高さは RSC2 の方が若干低いと思うんで、手の負担はね、やっぱり RSC2 の方がいいとは思います。軽く感じると思います。結構ね、これ重い感じがします。はい、まあ、これまでのね、ジンバルその重量級のカメラを載せるジンバルからすると、まあめちゃくちゃ軽い方ではあるんですけど、ただRSC2 と比べるとやっぱね、重い感じがします。はい、まあ、そうね、ちょっとなんかすごい重い感じがする。まあそこの差か。いやー、まあいいけどね、いいんですけど、めちゃくちゃいいんですけど、ちょっとそんな感じがしますね。はい、ということで、まあ今回はちょっとね、これぐらいのお話にしておいてですね。で、明日というか次回の動画では、はい、買ってある部材っていうのが、発売がね、延期になったみたいなんですよ。まあなので、その量販店とかではちょっと、まあ3月に発売が延期されたということになっているようなので、それでいくと多分ほぼほぼ皆さんには手に入らないかと思います。まあなんですが、なんかわかんないけど変えたんですよ。変えたので、私の手元にはあるんですけど、このね、はい、3D フォーカスシステム、はい、これを、要はね、もうこれのためですよ、本当に。
これのために欲しかったんですよ。で、まあ次回はですね、ちょっとこれをテストしておいてですね、ノクトが届くのを待ちたいと思います。はい。まあ、はい、答えを言ってしまうと、58mmF0.95 のマニュアルレンズをオートフォーカスにしてしまおうということなんですよ。はい。まあ、ちょっとね、それは、ちょっと初めてなんですけど、ライブでやってみたいなと、ちょっと思ってまして、はい。ぜひですね、それをね、楽しみにしていただけたらなというふうに思っています。まあ、一応予定では、ノクトの、まあ、開封といいますか、ニコンさんからね、お借りするんで、まあ、すごいね、立派なケースに入っているということなので、開封シーンからまあ始めてですね、まあ、最終的に、試し撮りをしたいというところで、で、まあ、この RS2 にまず載せるっていう部分と、で、このね、3D フォーカスシステムを使って、ノクトをオートフォーカス化しようという計画です。はい。まあ、それが本当にうまくいくかどうかちょっとわからないですけど、もう、正直ね、それのためにこれを、まあ、買ったんですよ。まあ、約、まあ、これ、まあ、約10万。これが1万7000ちょっとするんかな。はい。まあ、そのために、はい、お金を使いました。はい。まあ、これはもう、なんか、ただただ私の興味の部分と、せっかくノクトがね、私の手元に来るということなので、まあ、そういった意味でも、まあ、ちょっとこういった準備をしてですね、ノクトを迎えたいなというふうに思っています。はい、ということでですね、まあ、今回はちょっとね、長くなってしまったかと思いますけど、今回は DJI さんのね、RS2 のご紹介でした。はい、でね、次回はこの 3D フォーカスシステムをちょっと使ってみたいっていう部分と、で、まあ、おそらく水曜日ぐらいにはノクトが届くかと思いますので、まあ、水曜日の夜なのか、ちょっとそのあたりで、まあ、ライブ配信で実際にノクトをオートフォーカス化できるかっていう部分をやってみたいと思っています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。